こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は去年の暮れ12月の12日に定植をしまして、簡易ハウスを、トンネルをちょっと大きくしたようなハウスを建てました。小松菜がもう収穫間近になりました。最初に12月12日に定植した後に建てた簡易のハウス、トンネルのちょっと大きいハウスが突風でビニールも破けて、それからビニールを押さえつけてた下に斜めに打ち込んでた紐を縛ってた杭が突風で煽られて抜けまして、それが小松菜の植えてるところをごちゃごちゃにしてしまって、えらいことになってました。私その時は畑に来てなかったですので、ハウスを夕方閉めに来た時に、トンネルを閉めに来た時に大変なことになってると思って、もうしょうがないから次の日にまたちょっと頑丈なビニールの張り方に変更しまして、現在に至っています。まずその簡易のトンネルのちょっと大きいハウスを見ていただきましょうか。ビニールハウス、マルチのよりちょっと大きめのビニールハウスを、上のビニールを保護するためにこのネットを上からかけました。それで両サイドのところでパイプで縛り付けてます。そしてその上からこの紐で上に上がらないように留めています。結構これ効いています。以前はこのネットもなかったんですが、さらにですね、ここにこの紐を、ビニール紐をこのボルトの大きなやつのこれで斜めに差し込んで押さえつけてましたけど、これがビニールがトップで破けた時にこれが一気に抜けて、ハウスの中の小松菜もダメに、マルチももちろんダメに しましたので、もうこれが抜けないように横にパイプをこの穴に通して、さらにそれが抜けないようにここに打ち込みまして、動かないように補強をしました。これでビニールが飛ばなくなりました。以前はここのサイドを開けて空気の入れ替えをしていましたけども、もうサイドを開けての空気の入れ替えをやめて、両方の面の方で空気の入れ替えを、暑い時には北と南とを開けていますが、もうそんなに暑くない時は、ちょっと寒い時はもう北は閉めたままで、こちらの南で このように開けています。このまま開けると、突風が来たらこの中に突風が入り込んだ時はやっぱりどこかに吹き抜ける、風が抜けるところができますので、突風が入らないようにここの入り口にこのベニヤを、突風が入らないようにベニヤで囲いましたので、空気の入れ替えはしてますけど突風が入らないようにしていますので、このベニヤがあることで全然突風対策にはなりました。普段このトンネルの中の空気の入れ替えは、ここの出入り口のところをこのように開けますけども、ここに手前に、これ30センチぐらいちょっと間開けたところにベニヤ板を立てまして、ここに風が当たっても上に上がるか横に流れるかなるように、ここにベニヤを置くことによって、ハウスの中に突風が直接入らないようにしましたので、空気の入れ替えはしてますけども、これでハウスが助かりました。ちょっとした工夫ですけども、まあこれでハウスが、中の小松菜がすくすくと太るようになりました。ただ入り口を結構開けていますので、入り口に近いところの小松菜が温度が足りないのか成長が悪いです。
ちょっと中の小松菜を見ていただきましょうか。マルチをちょっと大きくしたぐらいの小さいハウスですので、中の温度が結構上がりますので、虫たちが結構増えましたので、入ってきた時に虫が結構飛び回ってましたので、まあ無農薬でお野菜を栽培したいですので、この虫は黄色い色が好きですので、黄色いホリバーっていう粘着剤を吊り下げました。結構虫がくっついています。今でもちょっと飛んでいますけども、まだくっつくとこがありますので、そのうちくっついて野菜の収穫は終わると思います。今の温度が25度、6度に上がりました。入り口がそちらにありますが、現状のような開け方をしますので、入り口に近いところが生育が悪いです。温度が低いですので、お野菜はやっぱり温度があると順調に育ちます。では収穫をしてみましょうか。まあ、小松菜は若いうちに取るとアクも少なくて美味しいですので、上等の小松菜に成長しました。もうそろそろ収穫を始めようかなと。このように立派な小松菜ができました。色つやもすごくいいです。すみません、小松菜は、この小松菜はプラグトレイに種まきをして育苗した後、この畑に定植をしましたので、移植することによって白サビ病、小松菜にはよくこう白い点々の病気、白サビ病っていう病気が来るんですけど、見渡すところ全然白サビ病は来ていません。まあ葉物類はプラグトレイに巻いて移植することによって白サビ病の予防になるので、これはおすすめしたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。ありがとうございました。ニコ。